はい、皆さん、こんにちは。シェフ秀樹です。今日は、もう、アシェット八ヶ岳 TV ご覧いただきまして、ありがとうございます。夏来ましたねーって感じ。まだ梅雨終わってないんですけどね。夏来てないか。でも夏みたいな感じになってきました。はい、梅雨の晴れ間なのか、梅雨が終わったのかわかんないぐらい暑くなってきました。この八ヶ岳もね。はい、いかがでしょうか。これが美味しいキーシーズンが来ましたよ、これ。ね、トウモロコシ。好きですか？僕大好きです。うちの子供ももっと好きです。はい。というわけで今日は、美味しいトウモロコシの茹で方、そちらをご紹介しようと思います。簡単ですけど美味しい、本当に、お超おすすめ、ぜひ試してみてください。はい、今日はですね、このトウモロコシの美味しい茹で方をご紹介します。はい、簡単ですけど味がグッと上がる茹で方。さあ、行きましょう。さあ、トウモロコシありますね。はい、ここに3本トウモロコシがあります。で、鍋があります。これを、皮むきじゃないですか。敷いていきます。この、下に、特にこの、根っこ、あ、このヒゲの部分。ヒゲ、甘み出るんで、これは入れてください。ヒゲって全部この粒、黄色い粒粒一本ずつに伸びてるんだって。いや、差し引いた時びっくりしましたけどね。はい、ヒゲをね、で取って、で横に引ければ引き詰めるように絨毯みたいにね、皮を引き詰めてくれればそれで OK で、そこにをね、ちょっと今日見えるために鍋の上でやってますよ。すり込みます。これこうやって並べていって茹でるんですね。茹でるというかね、蒸しブレゼってやつなんですね、フランス料理ね。じゃあ実際どのくらい水入れてどうするかこれからお見せしますね。はい、塩をすり込んで、はい、下に皮とひげを引いて、で鍋に、はい、水を入れていきます。トウモロコシがね、3分の1ぐらい、浸るような、ちょっと、こういう感じ、わかりますかね。だいたいこのね、35センチの片手鍋で、約1リッター水を入れます。煮るんじゃないので、全部浸そうとは、下の方に、足湯みたいに、ね、足が浸かるぐらい。で、きちんと蓋をして、下側にいながら蒸気で蒸し上げる。ブレーゼというフランス料理の手法ですけど、そちらで火を入れます。じゃあ火入れてみましょう。はい、こんな感じです。ね、指入れて、こういう、ここは水、ね、こういう。第一関節のちょっと下ぐらいかな。ここまで出てますよね。そんな感じ。じゃあ火して、はい、蓋をします。はい、沸いてきました。はい、このね、沸騰してる勢いを維持できるぐらいの火加減で、水がなくならないぐらいですね。あまり全開にはしない、でも弱火すぎない、中火と弱火の中間ぐらいで、蓋をして7分蒸し上げます。ブレゼンの開始です。じゃあタイマーをつけましょう。はい、蓋して7分経ちましたので、はい、次を取ります。で、これで、5分蒸らします。蓋したまま、はい、ブラシも終わりました。おお、メガネ曇って見えない。はい、カメラは大丈夫ですか、見えますか。はい、こんなね、はい、ツヤツヤな感じ。あちゃ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 あ、味、はい、コップさんでも熱いものは熱いです。こんなのどうですかね、ジューシーでプリプリ状、これね、いいんですよね。はい。で、ちなみに、この下にある、これね、トウモロコシのブイヨン。これ、甘くてね、
味わうんです。これで、スープを僕は作るんですけど、今日はまずね、このトウモロコシの茹で方、夏でトウモロコシシーズン始まりましたんで、これぜひね、みんな子供も大人も大好きなトウモロコシ、ぜひやってみてください。超簡単でも美味しい。これが料理大事ですね。はい、いいっしょ、いいっしょ、あちゃあちゃあちゃ、はい、それではボナペティ。あっつ。